はい、どうも皆さん、晩おはにちは、いすげです。ということで本日紹介していく機体はガンダムエクシアでございます。はい、まあこの機体も4月8日テストの日からね、はい、多分使えるであろう機体でございます。はい、ということで4月8日からネットワークテストにすげも参加します。そしていろいろな情報感想などをね、動画としてお届けしたいと思ってますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では早速エクシアの情報を見ていきましょう。はい、ということで早速ガンダムエクシア見ていきます。難易度は最高の星4となっております。かなり難しいですね。まあ、多分超近接機体だからでしょう。でレンジは近距離、 HP が800ってことでかなり少ないです。はい、他にも800の機体はちらほらおります。でステップが3回なので機動力を生かした戦い方ができることでしょう。まあそんなのは見てわかるよね。ってことで武器見ていきましょう。さあ、ということでメインウェポン GN ダガーってことで、まあこれね、映像を見てわかると思いますが、撃ってる相手がマラサイで HP が1200なんですよね。で減ってる値を見るとだいたい300、350、400ほどのダメージが出ています。でもう一つ気になったのが、一発撃った後にもう一回撃ってるんですけど、その間発射間隔がね結構短いんですよね。タタンタタンって感じで撃ってますんで、多分連続で2回投げることができて、そっからクールタイムが入るんじゃないのかなと思います。はい、まあ、実際この画面ではそういうのが書いてないんで分かりませんが、連続でずっと撃てるのかな。はい、そしたら結構もうこの射撃だけでも倒せそうな気はしますけどね。はい、さあということでサブウェポン GN 総動突進の方を見ていきましょう。チャージ時間によって威力と移動距離が強化され、最大の時は敵にスタンを与える。でなおかつトランザム時はクールダウンと最大チャージの時間短縮、与えるダメージが増えるらしいです。はい、でまあ見て画面の中央を見てもらえば分かると思いますが、黄色いゲージがねビーって溜まってってるんですよね。でそれがフルになった時に威力が上がりつつ、当たった時にスタンを付与するみたいですね。でトランザム時はクールダウンと最大チャージが短縮され、なおかつダメージが増える。でダメージが増えてスタンも与えると、与えられるようになるらしいです。強いのかな。さあここが一番ちょっと問題というか気になるところですよね。 G マニューバートランザムでございます。はい、とりあえず機体強化ではなくサブのアクションとアクティブスキルの性能が変わるってしか書いてないんですよ。はい、まあ、多分分かる人は分かると思いますが、トランザムっていうと原作とかでは必ず、まあ、トランザム発動するとかなり機体が強化されてものすごい速さで動けて敵をバッサバッサ倒していき、時間が経ったらシューンとねシューンとデバフがかかるんですよ。はい、あのものすごく性能が落ちてボコボコにされるっていうのがトランザムっていうやつなんですけど、はい、このゲームなんと、まあ、あのハデスを発動するベイルライダーっていう機体もいるんですが、はい、どちらの機体もこういうジマニューバーあるんですよ。はい、強化するやつがあるんですけど、デバフのことについて一切書かれてないんで、多分このゲームに対してデバフ、トランザムとかのやつのデバフは存在しない説があります。はい、これちょっと原作中の方からするとかなりえってなる点だと思います。私杉もちょっとびっくりしました。原作中ではないんですけど、はい、まあ、そこを無視したガンナムさんはねものすごいかっこいいかなと思います。はい、原作を無視してまでゲーム性にものすごく力を入れてる点、そこはもうすごい評価する点じゃないでしょうか。はい、ここでかいです。まあ、それさておき次いきましょう。さあということでアクティブ1クイックステップ、これは移動するスキルですね。でトランザム時はクールダウン短縮と使用回数アップらしいんで、まあ、ピョンピョンピョンと動くことができます。はい、ちなみにクイックステッププラス普通のステップが使えるんでかなり動き回れるんじゃないかなと思われます。さあということでお次アクティブスキル2ってことで GN ソード&GN ショートブレード回転斬りということで、はい、こちらの武器はですね、敵にノックバック、敵がスタンしている場合追加でスタンっていうことなんで、サブウェポンでフルで貯めて当てた後にズバーンってやってアクティブスキルでスパーンすることによって
でスタン与えた後にダメージノックバック与えつつまたスタン与えて普通に射撃やると多分倒せたりするのかな、はい、まあ、そういうコンボができるみたいです、はい、でそこからまあトランザムした時にはこちらの方がアクティブ3に切り替わりまして、はい、前方に切り抜けながら軌道上の敵ユニットにダメージを与えるってことで敵が溜まっているところでこれを打つと、まあ、いろんな数の多い敵に対してスパーンとダメージを与えることができる武器になっております。はい、まあ、ですがあのスタンを継続っていうのはなくなってるんでそれはできなくなります。はい、まあ、トランザム中だと機動力が、ね、アクティブスキルとか使用すると増すと思うんで足を生かしてどんどんダメージを与えていくって感じになるのかなと思います。ってことで最後にまとめやっていきます。まずは超絶難しい機体であるってことが第一に言えることでしょう。なぜかというとほとんどの武器が近接でないといけないってことで前に出すぎて敵の集中砲火に遭う可能性がね、はい、敵の集中砲火に遭う可能性がかなり高いからです。まあそうならないように出るタイミング引くタイミングをしっかり意識して戦うことができれば無駄なデスを減らしつつ成果を上げられるでしょう。それからこのゲームのびっくりしたところが一つあるんでそれ紹介したいと思います。まずまあ途中でも言ってたんですけどトランザムハデスなどの強化技にデバフが存在しないところです。はい、他のゲームだとねデバフは必ずと言っていいほど、まあ、そういう強化のトランザムハデス、まあ、いろいろエグザムとかあるんですけどそこら辺発動すると必ずと言っていいほどデバフが存在するんですよね。攻撃力落ちたりとか耐久落ちたりとかするんですけど、はい、それがこのゲームにはないんですよね。まあなんでデバフをつけていないのかなんですけど、まあ多分ですがそこまでね強化されてないんですよね。トランザムもハデスもやったところでそこまでの強化はされていないので、はい、だからそれに見合ってそこからデバフされるとかなり落ちちゃうんですよね機体性能が。なんでゲームバランスを考えると、まあ、強化はされるけど、まあ、デバフはいらないよねという判断になったのかなと思います。多分デバフがいるってなると、まあ、超絶強化しないといけないんですよね。トランザムもハデスも発動した時にも一発で敵倒せるぐらい超絶強化するのならデバフがあるのはまあまあ考えられるけど、まあ、そこまでしていないのならデバフは存在しなくていいよねゲーム的にはっていう考えかなと思います。まあ、そこで問題になるのがね原作中の方がなんでやってなると思いますがそこを無視したねバンダムさんの考え方にすごく賞賛に値するかなと思います。はい、バンダムさん超かっこいいです。はい、ここ振り切ったのはマジでいいですよね。はい、原作中とりあえず置いといてまあゲーム性しっかりしようぜっていう考えに至ったんでしょう。すごいと思いますこれ。ってことで4月8日からのネットワークテストをいずれも参加させてもらいます。いろいろな情報感想などを動画生放送で伝えていきますのでぜひチャンネル登録高評価お願いします。では次回の動画生放送でお会いしましょう。お疲れ様です。